はい、おすすめ作品紹介のコーナーということで、なんかあります？本当に持ってきたかったのは、実はゲームソフトだったんですけど、あのイルブリードっていうドリームキャストのゲームがありまして、それはホラー系なんですけど、あのちょっとゲームシステムがまた破綻してまして、どこのやつ？それはセガで作ったのクレイジーゲームってもないところ。あ、そうなんだ。お化け屋敷というアトラクションの中に入るっていう設定なんですけど、で、お化け屋敷が本当に襲ってくるみたいな。なんですけど、怖い目に遭うと心拍数が上がっちゃって、上がりするとゲームオーバーなんですよ。で、怖くないようにいかなくちゃいけないんですけど、その怖いトラップがめちゃめちゃ面白いんですよね、一個一個。おー、そうなんだ。へぇー。で、それを見たいんだけど、リボコになっちゃう。ああ、はいはい、見れないと。破綻してるって。ああ、確かに。一番面白いとこ行くと死ぬのみたいな感じなんですよ。その小ネタがめちゃめちゃすごくて、本当トイストーリー見たくなっちゃうときもあって。で、マリリン・モノみたいな尻のでかいその、うん、ぬいぐるみの人形の資料を触ったりとか、うん、でも相棒がテポドンというミサイルだったりとか結構無茶してんな無茶してんのね、うん、で、でっかいこうゾンビが出てきたりとか、うん、で耳の戦ったりとか、うん、で体力回復のアイテムが解析料理、うん、まあ、何人なんですか日本人なんですか本当にそうなんですよめちゃくちゃだねもうめちゃめちゃカルトゲームで、うん、で、それをそのゲームショップで働いていたときにやって、これまではゲームってやっぱ商品だと思ってたんですけど、あここまでやっていいんだと思って、でそれちょっとあこっち行こうかなってきっかけになった、はい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 、だったんで、いつか僕はリメイクしたいと思って、マジかよゲームシステムをちゃんとして、あはいはい、まあ、はい、っていうのはちょっとなかったんで、はい、一個一個持ってきたのが、はい、こちらですね、容疑者行く。あ、そうです。もうベタ中のベタってあれですけど、これが。意外。シナリオを書く上で一番これを目指してるって、ね、いつも。そうなんだ。いや、俺も東野圭吾好きでさ。はい、で結構うちのバーでも、うん、東野圭吾作品の話は、はいはいはい、いくつかやっぱやって、はい、こういうエンタメ性というかね、はいはいはいうん、そういうのをちょっと今回落とし込みにしようよみたいな話で、はい、あの読んでないやつとか見てない、ほとんど実写になってんじゃん。そう、東野圭吾作品。あの映画の DVD 結構買ってるから、はいはいはい、それを渡して見せることが多いけど、はい、なんかちょっと意外。ああ、そうですね、これと、うん、特に中野君が大好きで。ああ、俺も好きだけど、嘘そっち、はい、絶対出てこないタイプやなとか。いや、なんか中野君は単純に情感を読ませる、うん、で脳内でこう組み立てさせるっていうのが、うん、本当に教科書のような。うん作品だと思って、あれも単純にうまいなっていう。いや、うまいと思うし、あと容疑者 X の検証だと、ミステリーに僕は長く書いてたんで、うん、よくありがちなのが、キャラクターの動機とか、うん、なんでこのトリックをしたっていうのが、うん、どうしてもパズルにしなくちゃいけないんで、はい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 、そうすると、なんでここまですんのっていうのが、ちょっとおざなりになってしまうんですね、どうしても。もうここまでしなくてもいいじゃんみたいな。それはさすがにもう、近代らしい少年とか、コナンですら関係というか、こんなに複雑なことやると思ってしまうんですけど、うんそれにちゃんとこう理由がつけていて、うん、それがこう、うん、ドラマになってるっていうのがこの本の容疑者 X の検診で、うん、ここにそこに僕はものすごくびっくりして、トリックとしても面白いし、うん、それがちゃんとドラマにも使われてるし、うん、キャラクターもいい、うん、なので本当これはすげえと思って、うん、ならこの旦那のバッテリーを書いてる時はその毎章毎章、うん、容疑者 X ぐらいの感動を作るぞあなるほど、まあ、でもちょっとまだ届かなかったなみたいなのを繰り返しで、まあ、確かにね東野圭吾作品ってどれもやっぱ、はい、こうミステリーでやっぱ、うん、こうなって、まあ、最初要は隠すわけだから見せないわけじゃん、はい、なんだけどもこう繋がっていって実はこういうことでしたっていうのが、はいうん、それは気づかなかったこっちが悪いっていうぐらい納得がいくことがすごく多くて、はい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 、いやこういうことだなって思えることが多いけどやっぱ未来のこうミステリーって、はい、それが真実って言うんだったらお前それ何でもええやんけっていうなんかもう納得いかないっていうことの方がすごくやっぱ多いからそうですね、うん、そういう意味だとね本当すごい東野圭吾はうまいなって思うよねやっぱミステリーってどうしても本格ミステリーになると、うんどうしてもこうパズル的になりがちなんですね、はい、面白いミステリー考えたもん勝ちみたいになってしまう、うん、で、まあ、東野さんはその本格ミステリーもやってたけど片やとドラマ重視の作品も書いてたんで、うん、それがまさにこう融合したなっていうのがこれかなと思ってるんで、うん、なるほどね、まあ、全部この書店でお楽しみいただけると思いますので、はい、気になる人は、読んでみましょうということで、
おすすめ作品紹介のコーナーでした。はい、それではお友達を紹介してください。はい、石井二郎さんで。お、石井二郎、はい、なるほどね、そう来る。松山さんが石井さん結構好き、めちゃ好きという情報もどこかで見たので、これは石井さんにしよう。ああ、ほんと。ああ、いやー、なるほど、そう来たか。はい、まあ、作ってる作品も似たりところもありますし、まあ、そうですね。まあ、僕は直接は仕事してないですけど、うちの打越とかは一緒に仕事をしたりとか。ああ、そうだよね。なんで、まあ、飲み会とかで会うことも多いですね。うん。はい、もともと俺はね、金八カラーだから。はいはいはい。うん。3年 B 組金八で、伝説の兄弟。うん。いまだに、なんか、こう、自分の中で、はい、人生変えたゲームって何ですかって言われると必ず、金八を言われてると思うんですけど、誰に言っても保管とされるからさ、生まれて初めて人が作ったゲームで泣いたのは、後の先のあれだったから、で、それで泣きながらエンドロール見て、はい、監督、カタカナで石井二郎って書かれてるのを見て、もうこの名前を俺は一生忘れないと思って、それから4年経って4人8、はい、やるときにようやく会えたの。その間もね、4年間ずっといろんなところでも金八金八って言ってたんだけど、はいはい、それを見てくれたバンダイの別のプロデューサーが、はい、紹介したい人いるんだけど、はい、で振り向いたら石井二郎っていうのは、とうとう会えたねっていう話をして、まあ、もちろん彼の先輩ですからね、はいはい、途中だけども。なんで、それからちょこちょこいろんなところで、はいはい、まあ、仲良くさせてもらってるっていう感じなんで、うん、じゃあちょっと久々、石井二郎、また結びでしたでしょ。はい、了解です。では、最後、うん、告知のコーナーなんですが、はい、結構告知あります？発表がいっぱいあって、いや、そうよ。その例だけど、作品が発売まだ しないといけない。ああ、はいはいはい。いろいろ重なっちゃってと、ちょっと渋滞してるんですよ。あ、そう渋滞しちゃってて、分かりづらい人もいるかもしれないんで、風潮電力のホームページにまとめるので、はい、ちょっと東京電力のホームページを見てもらって何がいつ出るのかなって、はいはい、もうちょっとチェックしてもらいたいなって思告知でないなもうそれまあでも直近に出るのがエスカムクルーっていう実写のまずやね、はい、あれ超楽しみ、うん、それがまあ、6月とか出るので、うん、ぜひ興味があったら、うん、はい、見ていただけると思います。はい、ということで、今回のゲストは、風潮ゲームズ小高でした。ありがとうございます。はい、またどこかでーす。